2025年の参議院選挙にガーシーさんが出てほしいという考えを述べたいと思います。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和5年の9月20日水曜日、時間が23時20分頃でございます。はい、今ですね、私は、自宅のある倉敷市におります。で、ちょっと今ファミレスで動画を撮影しておりまして、ちょっとね、周囲の雑音など入りましたら、ご容赦いただきたいと思います。はい、昨日なんですけれど、ガーシー被告のですね、初公判が、ありました。で、本人はね、反省謝罪ということで、多くのね、記事は、ガーシーさんを悪者にした形でのですね、記事が多かったかと思います。それがね、現実なのかなとは思いますが、その中、記事のね、中にもですね、綾野剛さんのコメントが結構引用されているものがありました。綾野剛さんがですね、完全な被害者として描かれていて、一切ですね、綾野剛さんの非をですね、指摘するような、そういうのはね、ない、そんな感じのね、記事、報道内容だったと思います。それに関してですね、私、昨日動画を上げさせていただきました。多くのね、反響ありました。ちょっとどういう動画だったのかというとですね、ちょっと YouTube の画面だけ、お見せします。これね、私の YouTube チャンネルでございます。おかげさまでね、こういう細々とやっていると言いますが、それでも登録者数10万人を超えております。で、登録者数ね、10万人超えてるんですけど、やっぱりね、最近の動画は、あまりね、再生回数は数千回という形なんですけれど、昨日はね、ガーシーさんのことについて、上げた動画なんですけれど、こちらはね、4.9 万回視聴ということで、5万回いきそうなね、そんな感じでございます。やっぱね、コメントも多数寄せられておりまして、いいねもね、たくさん押していただいて、大体 95% 以上はね、のいいね率だったと思います。ということで、多くのね、反響をいただいておりまして、こういうところでその数字が出て、ガーシーさんのね、影響力の大きさといいますか、可能性をね、感じるところでございます。多くの方に見ていただきまして、どうもありがとうございます。はい。で、今回ですね、高岡壮介さんというですね、元俳優で格闘家の方が、インスタグラムで、今回のね、綾野剛さんについて、書かれていたことがですね、記事になっておりました。ちょっと記事の方もね、紹介します。はい、高岡壮介、ガーシー公判めぐり綾野剛を非難か、自らが招いたこと、君は被害者ではない、ダサいんだよということで、私もですね、とりあえず記事の方を見ていきましょう。元俳優で格闘家の高岡壮介が19日、自身のインスタグラムを更新。同日開かれたガーシーこと東谷義和被告の初公判で供述調書が読み上げられた俳優の綾野剛を暗に非難した。同日の法廷で綾野剛が供述調書を通して、ガーシー被告の発言で CM が打ち切りになったり、恐怖を覚えたと訴えた裁判の様子が書かれた記事画像をストーリーズに掲載。自らが招いたこと、一つ言えることは、君は被害者ではない。そして、被告のせいではなく、スポンサーが判断したこと、結局は自分のことしか考えていないやつ、ダサいんだよ、とのコメントを載せて、持論を展開した。コメント内では、名指しはしていないが、綾野のことと見られるということでございました。ちょっとね、このインスタグラムの方を直接見に行こうとしたんですけど、ちょっとストーリーズということで、今は私はちょっとね、確認できませんでした。なかったのかなということではないかと思いますが、はい。とりあえずね、でもね、今回の高岡壮介さんのご意見はもう、私も同意見でありまして、もっともだなとは思っております。綾野剛さんがどういうことをされていたのかということについてはですね、私が先ほど紹介した、自分のね、動画に紹介している動画もありますので、また、興味ある方、ぜひそちらをね、見ていただければと思いますが、はい。ガーシーさんといえばですね、ちょっと流行ったフレーズがありますよね。これは、箕輪厚介さんがね、ガーシーさんとの取材をして書かれた本だと思うんですけど、嘘の正義より真実の悪というものが、あってですね、すごく
まあ、この状況をですね、まあ、言い当ててるんじゃないかなとは思います。まあ、ちょっとね、ここでの解説はまあしませんが、とりあえず、はい、こういう言葉というか、まあ、こういうタイトルのまあ本があると。いうことですね。はい。で、まあ、今後なんですけれど、まあ、ガーシーさんがね、まあ、どうされるかということについては、ちょっと、まあ、不明確なことが、まあ、多すぎるわけなんですけれど、一応私の願望みたいなことを、まあ、お伝えをさせてもらうとですね、まあ、2025年のね、参議院選挙を、まあ、ぜひ出てほしいなとは思っております。で、まあ、それがですね、まあ、物理的に出れるかどうかっていうのがね、まず、今後の裁判によるものになります。はい。まあ、執行猶予であればですね、まあ、それは出れるわけなんですけれど、それがね、実刑判決で、まあ、それがもう明らかに選挙の時期に刑務所にいるという状態になると、まあ、難しいわけでありますね。はい。で、まあ、立花党首はね、まあ、おっしゃるには、まあ、執行猶予は厳しいんじゃないかということで、実刑判決もかなりね、選挙の時にかかるぐらいの刑期は食らう可能性もね、まあ、指摘されていましたけれど、まあ、一方で、まあ、そのね、その中で、刑務所の中で、まあ、模範囚ということで評価されて、早めに出れるんであれば、ね、選挙間に合うんじゃないかと、まあ、そういうようなこともね、言っておられたような気がします。はい。まあ、あとですね、この前のね、すいません、ちょっと話が戻るんですけれど、通常国会ではね、やっぱりガーシーさん、国会に出ないという理由で、除名というね、処分を食らったわけでございますので、まあ、はっきり言って、ね、暴力を振るった、国会議員がですね、除名をされなくて、国会に行かないだけの、議員がですね、除名されるという、まあ、非常にね、不可解な、で、まあ、理不尽なですね、まあ、国会なんですけれど、そこにね、ぜひ、再び国民の力でですね、まあ、押し上げてもらったらと思うんですけれど、まあ、ただね、やっぱり、それらをね、クリアしてもですね、そういう裁判とか、そういうのをクリアしてでもですね、やっぱり最後に一番大事なのが、まあ、ご本人の意思と、いうことになります。まあ、ちょっとね、今はね、裁判中ということもあって、いろいろと大変でしょうけれど、まあ、私としてはですね、まあ、いろいろと、まあ、期待をしていきたいと思います。まあ、ちょっとね、勾留期間が結構長いので、まあ、国家権力にですね、でですね、こういうふうに拘束、長くされると、いろいろとね、まあ、弱気になるようなことも、まあ、多々あるとは思いますけれど、まあ、ぜひですね、弁護団の方にはね、しっかり頑張って、いただいて、ということをですね、まあ、期待したいと思います。まあ、ちょっと非常に偉そうな言い方で恐縮でありますけれど、私から、まあ、お願いしたいと思います。ということで、まあ、皆さんもですね、まあ、いろいろとご意見あると思いますので、コメント欄に、まあ、適宜書いていただければと思います。ということで、以上です。はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK 二重診療を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。